株式会社道東アークスは、北海道の北見、網走地域を営業基盤として、スーパーアークスなどのブランド名でスーパーマーケットを展開するアークスグループの企業、CGC グループに加盟している。元は、野付牛村で1913年に,には田辺商店として創業し、1959年に法人化した株式会社一話を前身とする。 一話は1995年に株式会社ラルズの資本参加を受け子会社となり、1996年に株式会社同等をラルズに称号を変更した。1998年に同じグループの株式会社同北ラルズから、同等にあった店舗の三サン,サンショッピング本町店、三バリュー桜町店、ビッグハウスビホロ店の三店舗の営業権を譲渡された。2002年に、 持ち株会社の株式会社アークスが設立されたことにより、親会社が株式会社アークスとなり、アークスグループを形成する子会社となった。2004年にアークスグループ内の地域別再編成で、株式会社福原へビッグハウス串路店を譲渡し、福原から北見市の4店舗を譲渡された。 2016年3月にアークスグループ子会社の株式会社篠の原商店を九州合併し、称号を株式会社同等アークスへ変更した。本社は北海道北見市卸町3-3-3ビッグハウスメッセベーシック駒場店ファースト。駒場店最新の店舗一覧については、店舗紹介をご覧くださいアークスグループの大型スーパーで使われている野号。 道東アークスでは2010年のピアザー福原、桜町店の業態転換から使われている。アークスグループの中型食品ディスカウントストアで使われている。道東アークスでは1998年の東北、ラルズからビッグハウスビホロ店を譲渡されてから使われている。アークスグループのスーパーで使われているヤゴー道東ラルズ時代から使われている。元は株式会社。 福原のスーパーで使われている野望で2004年に福原から4店舗の譲渡を受けた際にそのまま引き継いだ篠原商店から継承した食品ディスカウントストア篠原商店から継承した種類のディスカウントストア篠原商店時代については篠原商店を参照ありがとうございます